アオサは、アオサ木アオサカアオサ族ウルバの緑藻の総称。アオサノリとも呼ばれる。競技には、旧アオノリ族を除く。アオサ族は2層の細胞層からなる、膜状態で、一般に、戦力色を呈する。日本各地、世界各地の沿岸に普通に見られ、海岸に打ち上げられた状態でもよく目にする。食品としてのアオサは、現在その多くがみどろもく、ヒビミドロ木、 ヒトエグサかヒトエグサ族のヒトエグサを用いている。ヒトエグサの食用利用については、ヒトエグサを参照。本記事では、種として、俗名ブルバタルアオサについてもべる。アオサは、一般的に潮の満ち引きのある浅い海の岩などに、付着して、生息、繁殖する。海水に浮遊した状態でも成長。繁殖する場合がある。アオサの生活感は、同系世代交代型であり、放子体。 有性配偶体、死性配偶体の3種のも体が共存するが、これらの外見上の区別は、不可能である。無性世代である、胞子体が成熟すると、変炎の脳から4本の弁毛を有する、有僧子が有利する。有僧子が有、有性配偶体になり熟成すると、性別があり2本の弁毛を有する、配偶子が有利する。死有の配偶子は接合して胞子体に成長するが、 配偶子がそのまま同性の配偶体になる、無性生殖の生活感を有する種も存在する。有僧子や配偶子を放出した成熟個体は固始する。アオサ族のもの形態には、個体間に大きな差異が認められ、しばしば種レベルの同定が困難である。以下に、日本産の種を列挙した、ヤブレグサ族ンブラルバのウュクアオサユアマミンシスと、ヤブレグサユージャポニカは、 アオサ族に含まれたことがある。また、アオノリ族エンターモーファのアオノリなどは、アオサと、モカラダの構造が異なっており、別族に分けられていたが、DNA 分析などによりアオサ族に含められた。ヒトエグサマナストローマニティダムは、かつてはアオサ目に含まれていたものの、近年、ヒビミドロ目に移された。漂着したアオサ海水の不栄養化などが原因で、アオサが大量繁殖すると緑潮となる。 その多くが不燃性の青さである。燃性の青さは、有層子や配偶子を放出すると固死してしまうのに対して、不燃青さは成熟せず成長し続けることとなる。大繁殖した青さは漁網に絡まり、沿岸に漂着したものが腐敗して、悪臭を発し、多量に堆積すると、定性生物を窒息状態に陥らせる。悪臭の問題はすでに1921年に、 日本海藻学の祖である岡村金太郎によって指摘されていたが、顕著化したのは水質オ濁クが進んだ1970年代以降である。アオサの大量繁殖は自然環境への打撃のみならず、漁業や観光への経済的打撃をも与える。しかしアオサは成長が早く、海水中の炭素や窒素、リン、栄養塩などを効率よく吸収するため、 海水の浄化に寄与している一面も持つ。日本各地で検出するアオサミドリジオの原因種は、発生箇所や発生時によって様々だが、日本沿岸でよく見られるアナアオサ型、温暖海域生息のアミアオサ型とリボンアオサ型、そしてヨーロッパでよく見られるユーアーマラコナ型の4分類群が原因種だと推定されている。大量繁殖したアオサの活用法は、 緑潮問題を抱える、自治体によって進められ、食料や死肥量に転化させる動きもあるが、多くは回収された後、焼却処分されるのが現状。福岡、和白干潟に漂着した青さふりかけの海苔などとして、加工される。伝統的な青さ族はかつて、旧青海苔族や人トエグサと比べると、総じて品質が劣るとされた。これは主に、人トエグサでは、 も体を構成する細胞が一層に薄く並んでいるのに対し、青さでは二層となっており、口に含んだ時の食感や食味が良くないためである。一般的に青のりの方が高価であり、溶きほぐれるように食感も良く濃密な方向があるのに、対して青さは香りが薄く、いつまでも口に残るような硬さがあり、また苦味を感じる場合もある。しかし青のりの消費拡大に伴い、 伝統的アオサ族が旧アオノリ族の代用として利用されるようになり、現在ではアオノリの出荷量を上回るようになっている。アオサが食用に利用され始めたのはアオサ大量発生が問題化し始めた1970年代。この大量発生するアオサの多くは不燃性のアオサである。ハイグシなどを放出する年性のアオサは放出すると固守するものの、 不燃アは繁殖の生活感において固障することはなく、もカらだは拡大成長を続けることとなる。横浜市の八景島近辺の金沢湾で大量発生する不燃アを青のり粉として加工した試作品が作られている。養殖場では人工栽病によってのり網へ種付けし、川口付近などの穏やかな海にのり網を張って養殖する。食用養殖の青さや、 海中繁殖の青さとは別に、不栄養化などが原因で大量繁殖し、緑塩として沿岸に漂着する伝統的青さの食用化も試みられている。ただし漂着した時点で砂や泥にまみれ、また腐敗が始まっているため、漂着前に海上で回収したものの方が食用に適している。なお、青のり業界では、古くより大阪より東で取れるという意味で、 伝統的アオサ族によるアオサをバンドオアオサ、バンドオコナと呼び、旧アオノリ族による製品と区別している。2019新型コロナウイルスが世界的に猛威を振るった2020年、中部大学は2月20日に、改装のアオサにヒトコロナウイルス増殖抑制効果を確認、新型コロナウイルスでの効果にも期待というタイトルのプレスリリースを発表した。 感染が拡大する新型コロナウイルスへの有効性がありされたわけではないが誤解を招くタイトルから青さは新型コロナウイルスに効果があるという不確かな情報が拡散し青さが店で売り切れたり転売が発生したりしたこの状況に批判も相次ぎ中部大学側はプレスリリースを削除し意図した内容と違う捉え方をされ 反響が大きくなってしまっているということで、一旦取り下げたと回答した。北海道では、ウニの人工飼育において、飼料用に、不燃性の青さを養殖する。不燃青さは成熟せず成長を続けるので、飼料に適している。大量繁殖し沿岸に漂着した青さを回収し、塩類除去や、乳酸発酵などの工程を経て、魚介類や鳥の飼料や、 たたの対比として用いる試みが各地で行われている。こういった海藻の脂揮量化をマリンサイレージと呼ぶ、青砂を発酵させてメタンガスを発生させ、バイオマスエネルギーとして利用しようとする取り組みが大阪府立大学、東京ガス、九州産業大学、福岡女子大学、西部ガスなどでそれぞれ行われる。発生したメタンガスは燃料として、 あるいは発電用燃料としての利用が考えられる。また、調輪海水によってガス化する取り組みもある。ただしコスト面などの理由で実用化には至っていない。ありがとうございます。